一ノ関駅、一ノ関駅は、岩手県一ノ関市駅前にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、日本貨物鉄道、JR 貨物の駅である。東北新幹線と、在来線の東北本線及び、大船渡線が乗り入れており、接続駅となっている。在来線における、所属線は、東北本線であり、大船渡線は東駅が空きである。なお、 東北本線のみ、JR 貨物の第二手鉄道事業の路線でもある。東北本線は当駅を境に、仙台方面と森岡方面に運転系統が分離されているため、臨時列車を除き、当駅をまたいで運行する旅客列車はない。なお、両方面同士の普通列車の接続はあまり考慮されておらず、比較的長い待ち時間となることがある。また、 運用される701系電車は、当駅を境に、車体側面に重複されている、ラインカラーの、いな車両が運行されている。岩手銀河鉄道線との連絡運輸は、東北本線東京方では、当駅までが発売範囲である、一部の通過連絡運輸を除く。事務官コードは21万線号を使用している。当駅は、直営駅、駅長、副駅長、 駅長代理、営業助役、輸送助役配置であり、管理駅として、東北本線の油島駅、水沢駅間の各駅、大船渡線の新田駅、鶴沢駅間の各駅を管理している。また、東駅構内の信号は、駅扱いのため、信号扱いを行う一の席駅輸送本部が2.3番線の東京方に設置されている。 単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線を有する地上駅である。一番線が東北本線下り本線、下本、二番線が東北本線上り本線、上本、三番線が大船渡線本線、大本となっている。このほか、三番線の奥にホームがない上一帯上三番線があり、貨物列車が上下とも使用しているほか、 その奥は列車留置線となっている。東側に一ノ関運区が併設されているが、運輸区構内は、非電化のため機動車やディーゼル機関車のみの入りとなる。朝晩と臨時列車の例外を除き、基本的に1番線から東北本線仙台方面、2番線から東北本線森岡方面、3番線から大船渡線気仙沼方面が発着する。 接近メロディは、ハンプティーダンプティ発車メロディは、ウォータークラウン。いずれも、東洋メディアリンクス制作を使用している。一番線には、駅弁販売業者の、安倍中による立ち食いそば屋がある。以前は、日中同社が、ワゴンによる駅弁の立ち売りを行っていた。相対式ホーム2面2線を有する高架機である。ホームは、副本線、対比線に設けられており、 中央の二線は、本線、通過線となっている。ホームにおける物販については、十二番線には、キオスクと、駅弁や、運が委託営業があるが、十一番線には、飲料水の自動販売機があるのみである。二千十九年三月二十日より、従来のベルに代わり、メンバー全員が、一ノ関工業高等専門学校出身の、ホークグループ、NSP の代表局。 夕暮れ時は、寂しそうを発射メロディとして使用している。これは、市の関市市長の勝部治が、東京出張の乗り換え時に、仙台駅の発射メロディ、青葉城恋歌を聴いたことをきっかけに考案したもので、2018年秋から、市と市の関市拠点駅推進協議会が、NSP のメンバーの平賀和との協力のもと、JR 東日本森岡市社と協議を行い、 実現したものである。メロディの制作は、森岡市の映像、音楽制作会社、SP が担当し、同社代表取締役の挙谷敏之が編曲を行った。当初は2019年6月30日までの限定仕様の予定となっていたが、翌7月1日以降も継続して使用されている。改札口は、西口と東口の2カ所に設置されている。 西口は、駅の正面口にあたる役割を持つ。終日駅員が配置されており、緑の窓口、営業時間7時 -19 時30分、途中休止あり、指定席券売機2台、自動券売機3台、インフォメーションセンター、ビュープラザ、ビュートラベルサービス受託、営業時間10時 -17 時30分、日曜、祝日休業、海外旅行一人扱い店、 待合室がある。待合室内には、グルト、ユー、JR 東日本東北総合サービスが運営、コンビニエンスストア、ニューデイズ、営業時間6時 -21 時00分、JR 東日本リテールネットが運営、立ち食いそば店、駅弁販売所を併設、んがが、運営がある。このほか改札外にビューあると、駅連高営業所、 ニューデイズ、JR 東日本東北総合サービスが運営がある。2006年3月1日、西口在来線改札口に自動改札機が導入されたモバイル Suica 特急券対応。なお2014年4月1日より Suica にも対応できるようになった。東口の業務は JR 東日本東北総合サービスに委託している。 終日駅員が配置されているが、旅客向けの駅設備としては、緑の窓口、営業時間5時40分 -23 時0で、ふんと自動券売機があるのみである。改札内の新幹線乗り換え口に、緑の窓口、当日分のみ、営業時間6時20分 -22 時50分。JR 東日本東北総合サービスに、委託都市定席券売機1台がある。 また、在来線側には、ニューデイズ、営業時間は6時20分 -21 時10分、新幹線コンコース内には駅弁や、運河による、委託営業がある。主に、平泉駅からスイカで、在来線に乗車して、当駅で新幹線に乗り換える場合は、東口改札の簡易スイカ改札機で、出場処理をしてから、新幹線の乗車券類で、 新幹線改札口を通る形になる。逆に、新幹線を降りてからスイカで在来線に乗り換える場合は、新幹線改札を出てから、隣の東口改札で当駅までの乗車券類を渡してから、同時に東口の簡易スイカ改札機で入場する。駅構内は禁煙となっているが、喫煙所が3カ所、1番線の東京方2.3番線ホーム。 11番線の東京方及び喫煙ルームが1箇所12番線設置されている。現在、JR 貨物の駅はシャーツ界貨物の臨時取扱い駅となっており、貨物列車の発着はない。貨物施設はなく、専用線も当駅には接続していない。国鉄分割民営化直前に一旦廃止されていた当駅での貨物取扱いが再開された。 ただし、再開後貨物列車は発着していないままである。廃止される前は、駅舎の北側などに、有害車用の車扱い貨物ホームが存在していた。主な駅弁は、下記の通り、JR 東日本によると、2018年度、平成30年度の1日平均乗車人員は4398人で、ある、レフグループイコール利用客数ネームイコール、パッセンジャー。 2018霊三角駅の乗車人員2018年度から JR 東日本レフまた新幹線の1日平均乗車人員は2243人であるレフグループイコール新幹線ネームイコールパッセンジャー2018新幹線新幹線駅別乗車人員2018年度から JR 東日本レフ近年の推移は 以下の通りである。駅前には、大月三賢人、大月玄卓、大月番系、大月文彦の銅像がある。1番乗り場2番乗り場3番乗り場4番乗り場5番、乗り場6番乗り場7番乗り場8番乗り場9番、乗り場10番乗り場。一関営業所、一関市役所、筑山行のバスは、駅前ロータリーは校舎の見扱いとなり、 一ノ関駅口バス停からの乗車となる。東口交流センター裏。市名は一ノ関だが、駅名は一ノ関で、カタカナののが入っている。読みは共に一ノ関。同様の例として、かつては上野山駅や西宮駅2007年、市名と同じ表記に解消があった。1990年3月10日の栗駒。 高原駅の開業に伴い、一時的ではあるが、新幹線駅の利用客が、わずかに減少したことがあった。この際、近辺自治体及び、関係団体などにより、主要駅のみ停車する、即立タイプの、山彦、いわゆる、スーパー山彦号、後の、早手、現在の、早草に相当の一ノの駅停車本数の増加を、求める陳情や運動がなされた。なお、近年は、 新幹線駅の利用客数は安定して推移しており、岩手県南部の主要都市及び観光地への出入り口としての役割も持つ、県南最大規模のターミナル駅として機能している。駅舎上にある看板には、長年、平泉の文化遺産を世界遺産登録へと書かれていたが、2011年6月に平泉がユネスコの世界遺産リストに登録されたことに伴い、 世界遺産浄土の風薫る平泉に変更された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。